横浜馬車道のクロコダイル専門ブランド馬車道今井です。馬車道今井定番ラウンドファスナー長財布6月から8月分完成分の予約を4月16日まで受け付けています。16日までにご予約いただけますと店舗にない革でも探してくることができます。ただあと予約枠が2個になりましたので迷っている方はお早めにご検討ください。はい、このクロコダイルはポロサスになります。ポロサスクロコダイル、貴重なポロサスクロコダイルにさらに貴重なのは藍染めをかけております。日本の藍染めです。最近あのメゾン、海外のメゾンブランドもすごく注目をしている日本の藍染めをかけたものです。ポロサスのクロコダイルっていうだけでもすごく貴重で珍しいものなんですけれども、そのトップクオリティに選ばれた中のまた そこに藍染めをかけております。ですごくやっぱりあの深いあの藍の色で染め上がってて、すごくツヤもあります。でこれが またなぜいいかっていう と、ラウンドファスナーのこのこれが型紙なんですけれども、こう当てるとあの綺麗にポロサスならではの布のちっちゃいところがまたぴったりあのうまい感じでこうバランスよくこう入るんですね。これがなかなかあのこんな風に入るのがめったにないので、これは本当に貴重な一枚かと思います。色ツヤもすごくいいですし、全く無傷です。本当にこれは深い青っていうか濃紺になります。藍染めお探しの方もこれをあの予約してください。はい、このクロコダイルはポロサスクロコダイルのディープネイビーになります。今2枚あります。で、今回もこの2枚もトップクオリティにもちろん選ばれているもので、すごいあの柔らかくてツヤがいいです。あの馬車道今井がちょっとこのディープネイビーにこだわっているのは、ここのタンナーのこのなめし方がすごくあのなんかこうツヤやかというか、いい感じのマットな中にちょっとツヤがあるっていう、このツヤの出し方があの馬車道今井はちょっとここにこだわっております。でなかなかこのポロサスのトップクオリティに選ばれるこの財布用のサイズっていうのもなかなかないんですが、今回2枚、珍しく2枚キープできました。で1枚はあのやっぱ個体差もあるので、まず1枚はこういう感じで、またここもあのいい感じでちっちゃな符が入ります。でもう1枚はこういう感じで、クロコ独特のこの辺からヒューとこう模様みたいのが入ってるあのがあるんですけれども、これがまた個性になっていいかなと思います。型紙を、ざっくり当てるとこういう感じです。あの両方ともツヤの感じはあのほぼほぼ変わりません。若干この模様の出方が違うというところで、どちらを選んでいただいてもいい感じに出来上がると思います。上品であのすごく高級感もあって、なんかあのディープネイビーはあの馬車道前の一番人気 のクロコダイルポロサスになります。このディープネイビー出るの待ってたっていう方、このどちらかを選んでいただければと思います。これはヌバッククロコダイルになります。ヌバッククロコダイルっていうのは、黒の染めをあの中の方まであの深く染めをあのして、表面をヤスリのようなものであの削ったようなものをヌバッククロコダイルと言います。でこれは経年変化も凄まじくって、表面がちょっとこうスエードっぽくなってるんですけれども、これこう手で押されてあのこの表面のところがテカテカしていきます。でこの筋のところはそのまま残るので、あの濃淡がすごく出ます。あの経年変化がすごくあるので、ちょっと変わったクロコをお求めになっている方はあのこのヌバッククロコダイル面白いと思います。今2枚あるんですけれども、こう見ていただいただけでお分かりになると思いますが、これはすごくマットな感じです。でサイズがちょっと大きい、でこっちはちょっとちっちゃいんですけれども、このヌバックの方は動画でどこまであの映るかなんですけれども、ここの珍しくここの筋のところがすごく光っております。このワニちゃんがこう反応した染めになります。ちょっと珍しいです。すごく濃淡がはっきりしています。こっちはすごく全体にマットです。でこれもあの撮る時に
職人といつも黒あのこうやって型紙合わせてどこから取るかっていうふうにこういうふうにやっていくんですけれども、多分今回はこの辺から、カットをしたらすごく面白い感じにこの辺も入るので、いいんじゃないかなって、あの馬車道前は職人と裁断するときに この辺ってこういうふうにやるんですけれども、ここをどこからスタートするかっていうのでもお財布の表情が全然違ってきます。この辺からスタートするときもあるんですけど、あえてこの辺を入れるっていう、ちょっと王冠見たくなってる部分もあるんですが、ここを入れるか、あの下の方に持ってきてこういう細かい符を入れるか、これもいつもあの職人ジャックのところに行ってジャックとこう決めて、ここからスタートし、いやもうちょっと上とか言ってこうやって決めてます。大きい方になるとこれもどこからこうかスタートをするかっていうなんですけど、これこの輪にはこの辺が特徴なのでこれを入れた方が面白いかなとは思います。ただ好みによってはちょっと上の方に細かい符がこういろいろ並んでるので、ここからスタートをしても面白いんじゃないかなと思います。せっかくお作りするのであればお店にぜひこの革を見に来ていただきたいと思います。